部長です。つむぎだよ。これまでいろいろと開発してきたわけだが、ちょっと進捗がね。探索に出たりはしたけど、まあやってることはひたすら人口を増やしているイメージしかないな。なんだよね、本当新しい島を変えるようになったりしたらまた展開がとは思うけど。だな。といきなり支援要請か。だって石がないんだもん。そういや資源もカツカツの状態で終わったんだったな。だね。魔法をやって支援を受けているうちはなかなか大きくならないのかもだけど。しかし石にしても金属にしてもな、手に入れるタイミングがね。で今回はお金もか。これもね、前回星魚ステーション建てるのにも苦労したし。だな。まあ少しだけど、これでまた発展させることだ。と言ってももう空きも少ないぞ。ほんとそこだよね。新しい島を手に入れないともうほんとカツカツ。そのための条件は都市のさらに上にならないとダメだろ。プラスお金ね。それもなかなかな。まあ時間をかけてちょっとずつでも次を目指すしかないね。よし、研究ポイントもたまったし。何か解除か。ハドルセンター、年始にハドルアップできなかったからね。これで来年こそはか。いや、今からでも遅くないと思う。出立てるわけか。なんだけどお金がないのか。ちょっとトローリング施設を新しく準備しちゃったせいもあって、それに防衛のための表層と思う。これお金を稼ぐことができるようになるのは4月か。まあたまにやさしくるけど、それだけだと多分無理だし。これはまた待つしかないな。ふ解除するのはいいが、お金も考えないとダメだな。だね。ほんと時間かけるしか方法がなくなってきた。よし、お金が貯まった。シャチ、それにアザラシを撃退したか。まだアザラシの襲撃は続いてるけどね。でももう終わるだろ。 BGM が変わらないけど、おそらく終わったね。でこれからハドルセンターか。そうそう、これを立てておかないとね。まあ絶対ってわけではないな。いや、いずれタスクでも出てきそうだし、早めに。よし、行ける。しかしほんと場所がなくなってきたな。だね。ほんと土のランクに入らないかな。それな、おそらく評判が関係するだろうが。それもブスとして多分がなくなって下がりつつあるし。それがきついな。もうこなせるタスクも減ってきてるし。そうなのか。だって都市として解除できる研究自体減ってきてるし。とこいつまだ手をつけてないなら。なんだ、作らないのか。いや、この大きさなら使えなくなった施設の方。これを潰すか。その上でこっちに新しいハドルセンターを。場所をうまく使うためにだな。本当は気が少なくなってきてるからね。よし、これで完成を待とう。なんかほんとまったりだな。これでもゲーム速度を2倍にしたんだけどね。まあ見てる側で言えば編集されてる分あまり感じないがな。まあそうなるよね。珍しくタスクの場面か。いや、ほんと見せ場がなくて。まあこうなってくるとな。ただこいつはすぐに解除。なんか研究ポイントもかなり溜まっているようだな。ほんと都市での研究も大詰めなんだって。でトランスファーセンターの送るお解除か。指示に従っただけだけどね。途中間配当、去年よりは増えているな。でも大きく増えたってわけじゃない。でも金欠だったから助かる。でさっき解除したトランスファーセンターの件はいいのか。なんか新しく作れるようになったわけでもないしな。それに送るってこと自体が何のことを言ってるのか。それも試さないとな。まあ今はタスクをこなすことに専念するよ。と言っても待つだけだろ。そうなんだけどね。今度もタスク紹介か。かつ研究の解除かな。ほんとすることないんだな。なんだね。でタスクの内容はソーラーパネルで、研究ポイントも溜まっているので。すぐに解除できるわけだ。そう。なんか研究ポイントも余り始めた感じか。余ってるって感じはないけど、一つ一つの解除に結構かかるから。そういえばそうだったな。だから研究ポイントが溜まるの待ってるとこうなる。そういうことだな。でソーラーパネルだが、結構風力タービンで賄っちゃってるからな。これを機械を考えていってもいいのかもな。ただ若干供給範囲は狭いよね。まあコンパクトな分な。あと作るための材料のこともあるし、あんまり心配いらなさそうだが。まあこの辺は新しい島を買うことができた時にでも。それがいつになるかだな。ほんとね。とりあえず商人も来たし、物々交換して資源をちゃんと確保しとくか。もうあまり施設のためってのも。今後を見越してということで。1年過ぎたか。ほんと進展のない1年だったな。一応順位は上がったな。12位ね。で今回は目標を全て達成。バッジも満たしていたのか。高校と図書館を増設する羽目になったけど。まあそれもあって教育の目標も達成って感じか。確かにそこは寄与してると思う。で今年は全体的にプラス。しかし幸福度の伸びがな。
食料事情ぐらいしか改善できてないしね。で、今回はバッジ3つか。これまで獲得してきたやつプラスナレッジのやつね。というかこのバッジ持ってる分全て有効になるみたいだな。ほんとだ。ならますます生産性の向上が図れるな。そうだけど、それよりも開発できる場所がさっさと都市の次に移行してくれないと。だな。なんか見落としてるのかな。それはあるかもな。ま、今回はあと1年このまま続けてみよう。そういやニュース、これまでも見てたろ。いや、気になることが。ペンギンを送ってお金儲けか。そういうことか。これはあのトランスファーセンターの送るってやつだな。早速確認と。確かこいつ要求以外に送るが増えてるな。これでお金と評判か。最大5話まで送り込むことができるようだな。ってことは余ったペンギンを送り込めば、それでお金もしくは評判をだな。なら旧世代のペンギンを送り込んで。旧世代というか生産性が低いやつか。そそ、とまたタスクを確認か。いや、これは流れで。まあこのタスクは後表層を作れば達成か。先に解除しておいたからね。で、久しぶりにシャチも。今回は接近の警告が出てすぐに来た感じだな。まあ問題ないでしょう。で、今何をしようとしてるんだ。送り込むペンギンの選別、生産性が低い子たちを剥がしてね。まあ送り込むことを考えると、まあ今やった範囲でとりあえず一部高いのも混じってそうだが、まあ 42% なら。で、お金か評判か。今評判だけなら3000超えてるぞ。ならお金にしよう。なんか一気に右のステータスが上昇したな。生産性や幸福度の悪い子を外に送ったせいで平均が上がったみたい。そういうことだな。よし、これでお金や評判以外にも人口問題にも対応できそう。増えすぎたら外に送るってことだな。子供も調整できるし。で、ちょうどタスクが終わったか。それはいいけど、ここからほんとどうやって発展させればいいのか。まあ安定はするだろうが。ほんと、おそらく評判で次の段階なんだろうけど。一時的な評価がかなりを占めているな。これがなくなったら厳しいな。今何しようとしている。タスクに出てきたサイエンスステーションってのを建てようとしてるんだけど。もう場所がないか。ここからは潰していかないと。これ本当に新しい島が買えないのか。見てる範囲だとそうなんだけど。なんか買えそうな島があってもおかしくない気もするな。確かにこれ以上新しいものって言われても、この島では限界だな。ほんとどうにかしないと。そのために都市の上を目指す必要があるが、評判も前見た時より落ちちゃってるしな。これほんとわかんない。とりあえずこのまま指示に従いつつ進めるしかないか。でもこの島いっぱいになっても何も起きないなら継続も考えないとな。ほんと何も変わらないな。探索も進めてるんだろ。そうなんだけど、行ける場所は複数回行ってるんだけどな。それで何も得られずかと。ここ解除って、これクリックできたのかって。今ので何が解除されたんだ。南角もっぽいものがなくなっただけか。何だったんだろう。まあまた近場に送ってみるか。もしかしてこのマップ動かせたんだな。なるほどね。ここは見落としだったようだな。なんか思ったよりも広い。まあこれまでお金もなく気づけなかった部分もあるんだろうが、この辺説明全くなかったからね。で、どうするんだ。新しいところに行くためには探索ポイントが足りないようだが。貯めて新しいところを目指すよ。それでなんか進展するかもしれないし。まあそこに期待するしかない感じだな。もう本当いっぱいいっぱいだからね。なんか一部置き換えが進んでいるようだが、家に関しては少し良くした。だがそこまでか。取り立てて言うほどじゃなかったんでね。じゃあとりあえず探索ポイント待ちだな。それで新たな場所へ。よし、溜まったんで早速送ろう。ほんとこれで進展すればいいな。やっぱ遠い分時間はかかるか。こっちは村か。まあどっち送っても今は変わらないか。やってみることが大事だな。で、他のところもいずれ解除しないとな。で、また待つことになるな。まあ2ヶ月弱ぐらい。もうそろそろ着く頃かな。着いたみたいだな。なんか解除された。バンガローか。いや、なんかもっと次のランクに進めるようなイベントか。まあそういうのを期待してた。まあこの探索も進めていけば、仮に探索が正解だったとして、もうこの島自体の開発か。ちょっと資源も保管できなくなりつつあるし。なんか釣り場にアイコンが出てるな。もう魚がいっぱいってことだ。なら新たな食料庫か。そういうのも考えていかないとな。さて、今年も終わりか。なんかほんと進展がなかったな。
置き換えがメインになった感じ。まあ置き換えでもそれなりに幸福度も評判もではあるが、その点に関してはね。都年次報告が来た。とうとう枠外から這い上がったか。ここからが本当大変だ。拡張できなければな。それだよね。で今回はバッジが取れず。アミューズメントか。だって映画館を要求されてたんだもん。確かにそれだとな。まあここの増減はまずまず。外に送ったせいもあって大人は喧嘩。バランス考えてこれは問題ない。でバッジは減っちゃったな。探索のバッジだな。まあしょうがない。で6年目になったが。ほんとな。まあいいや、ハドルアップを。そういや去年は結局忘れてしなかったんだよね。なんで今年はちゃんと。そういや100は近かったな。前のものに比べると立体的になったんだよね。なんで100話ぐらいは。確かに上のサークルにも。でもこの大きさだとこれが限界だろうな。そうなるだろうな。まあ今年は本と拡張する方法を見つけないとな。それができなければ少し調査も考えないと。まあすぐに解決方法が見つかればいいな。そこは何ともだね。